では、メンバー、はいはい、総括として、はい、まとめみたいな、アンプランとなってるので、ドキドキするかっていうので、一番怖い、これ重要よ。まあでも、この結果がどうであれ、俺たちはやることじゃない。そうよ、やってること決めたんだから頑張ろうと思う。お、来た。これはもうさらっと言いますね、はい、あのメンバーの皆さん基本ちょっと陰キャすぎ陰キャだったか、まあ、そうか、それはね、不思議、それは不思議、なるほど、それはそう。いいですね。今までのというか、皆さん4人が積み重ねてきている結果っていうのがこれから上がって出てくるので、はい、嬉しいこと言うじゃない。これ来年かなっていう感じですね。来年か、あと4ヶ月、来年って結構来年いつとかっていうのはまだ分からない、来年とかやったりとかすると、その占いのその暦っていうところで、はいはいはい、節分から実はその新しい年なんですよね。2月からよ、半年ぐらい、そこやから、そこその半年ぐらいっていう、今から半年ぐらいは土台作りの時期だと思ってしっかりやっていってほしいんですよね。だからしんどい時期にはなってきたりするから、やっぱこういろいろ忙しさとかスピード感とか本当に大丈夫かなとかっていうやっぱ心配がちなところもあったりはするので、あってはいるので、だから時間っていった経過っていうのを遅く感じがちかなっていうのはあるんですよ。うんうん、だけどその積み重ねのコツコツがちゃんと結果として現れて出るので、嬉しい知らせがやってきますと。これプラスなんだ。そうなんだね、その猫ちゃん。なんかこう LINE とか連絡っていう意味があるんですけど、これ本当本来の意味っていうのは嬉しい知らせが来ましたよっていうやつなので、それがポロッと出てきてるから結果としてはこれがやってきますよ。だから大きい仕事って言ったところとか、何大きいイベント的なことって言った知らせっていうのをやってきます、うん、で今はちょっとこうね、パープルアイみたいな感じで、うん、ちょっと、うん、探り探りみたいな、あ、そうそうそう、一歩一歩慎重にみたいな、そうです、そうです、ね、うん、慎重がちなので皆さん、うん、ここを進めていってっていうふうにやっていけてるからっていうので、なんだろうね、よかったね、アンプラン始めて、よかったね、このままで頑張りましょう、頑張れば出てくるんや、来年は。そうだよ、緩めね、頑張ろう。いや、そう、本当にやっぱりね、正解かどうかとかね、確かにそう、不安もあったしね、やっぱり4人でね、アンプランというグループを作るのに結構その時間を要したというか、これで本当にやってって大丈夫なのかなって、うん、メンバー内でかなり話し合って結成したグループなんで、今後が聞けてそうだね、プラスの話がいっぱい出てきてね、なんか勇気もらえたからさ、頑張ろうって思えたわ。いや、なんかね、やってこの4人でね、よかった。いや、めっちゃいいお話でした。また迷ったら。プライベートで、そうそうそう、個人的にね、もう一回話してみたいな。あるよね。全然ある。今後また我々がちょっと迷うときがあったら、またぜひ。あれ、そうだね。いや、おもろかった、本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。